米国女子、ショップライト LPGA クラシックバイエーサー初日、7日、シービューベイコース、ニュージャージー州、6190YD、パー71、パッティングのアドレスに入る直前、カップとボールとを結ぶラインの間で何度か素振りをする。古江彩香のおなじみのルーティンはいつもよりも多かった。ポアナ芝のグリーンを攻略すべく、 時には 50cm ほどのパットでも慎重に、刻んで、イメージを作った。伸びた芝でボールの転がりが不規則になる午後のプレー。前半は跳ね方がまだマシで、運もあって入ってくれたりもした。というインコースこそ4つスコアを伸ばしたが、後半2番でボギーを叩いてから停滞した。3番、パー5、からシビアなショートパットが続き、 1M でも50センチメートルでも難しい。信用できないグリーンなので難しいなーって思いながら、我慢を強いられた。リズムが変わったのが6番。バーディパットを1.5メートルオーバーさせた後、返しをねじ込んで耐えた。続く7番は18ホールで何度4番目のパー3。奥から4メートルの下りのパットを決めてバーディを奪い、67。 でまとめ4アンダー17位で滑り出した。8月のパリゴリン代表決定まで残り3試合。前週全米女子オープンで6位に入り、世界ランキングを22位に上げたが、日本勢では全週と変わらず3番手のまま。優勝した笹生優香が後続からトップの6位に急浮上して頭角ランプを灯した。 曰くと見られる代表入りに再度アクセルを踏み込む。午前中に回り、単独首位でスタートしたアルピチャやユボル。タイ、とは6打差のスタート。ユボルの10アンダーは前半の組であっても本当に素晴らしいなと思う。自分は午後のコースで4アンダーならまあまあできたかなと思います。2日目はプレーする時間帯が逆になる。 華麗な追い上げを見せたい。ユージャージー州ギャロウェイ、桂川洋一。